前ま
十分十分おばさんでむしろまだ20代だったんかいってね思いの方多いと思いますけど、なんかその30歳になったらなんかこうやっぱり女性はこうさこうまあなんていうのかな、こう結婚はとかさ、なんか30までに結婚したいとかよく言うじゃない、なんかそういうのとかさあるから、ちょっとこうプレッシャーに感じていたというか、なんかまだ20代のままいたいなみたいな、そういう感覚があったんだけど、最近はもう早く30歳になりたいって感じ。というのもね、やっぱり私の周りの友達で、女の子の友達でね、自分より年が上の、ね、友達が結構いるんですよ。で、まあ、大体多いのが35歳とかのね、私より5つとか上の女の子の、まあ、サウナ友達が多くて、年齢が全てじゃないってそのすごく思えるようなかっこいい生き方をしてるんですね。で、なんかやっぱり自分自身を持ってる女性ってすげえかっこよくて、まあ、ただそういう人たちってやっぱね、あの全然男はいない結婚してない結婚してないし、ね、彼氏もいないみたいな。でもめちゃくちゃ可愛いしかっこいいし、仕事もバリバリしてるし、すごい憧れるね。かっこいい女たちが私の周りにはたくさんいるので、私なんてまだバナナなと、まだ30でなんかやだおばさんなんて言ってる暇ない、それぐらいなんかもうバリバリとねはつらつとした30代になりたいなというのが、まあ、この30歳の目標ですね。人生これからですね。なんか20代の時は、まあ、まだ20代なんだけど、もっとね20代前半の時とかは本当に大人に憧れて、もう早く大人になりたいみたいな、すごい憧れが強かったけど、もう次からはねもうそれをもう堂々としたいい大人になれるようにね、なんか今年はこの30歳は頑張りたいと思います。30歳の抱負でした。8月25日と26日に久しぶりにこう
イベントというか、ま、皆さんに会える機会があったんですけども、来ていただいた皆さんありがとうございました。やっぱりね、人に会って直接会ってね、おしゃべりしてお酒飲んでめっちゃ楽しくって、2日間あったんですけど、1日目の記憶があんまりありません。本当に久しぶりに気持ちよく酔いすぎて全然覚えてないの。ちゃんと二日酔いで、あ、なんか落とされた猫に。まあいいや。ちゃんと記憶がないのはちょっと久しぶりで結構ビビりましたけど、でもなんとか一日目帰って二日目もね、楽しくお酒を飲ませていただきました。で、まあ二日間その飲みイベントみたいなやったんだけど、2日間とも来てくれたね皆さんもいらっしゃって、で嬉しいのよ。もちろん来てくれるのも嬉しいんだけど、それ以上に嬉しかったのが、2日連続で来てる人のほとんどが私と同じように2日酔いだったんですね。だからあ、ちゃんと酔うまで2日酔いで残るまでたくさん飲んでくれたのが嬉しかったし、でそんな2日酔いで辛そうな顔しながらも2日目も来てくれてめっちゃ嬉しかったし、なんかあ、もう仲間やんってなってすごいね楽しかった。なんかね、しばらくやっぱりコロナのねあれもあったから、本当に人と会って普通に喋って飲むみたいなのがね全然できない時間が長かったからこそ、本当に普通に人と喋ってイエーイみたいな飲んでっていうこのありがたみを余計に感じますね。酒がうまかった、楽しかったな。なんかちょっとそれで燃え尽きた感じはありますね。ちょっとつきやすい人、つきづらい人っていると思うのね。だから
さ、その筋トレしてる人とかもさ、結構いい腕してたりとか、いい胸筋してたりとか、それももちろんいいんだけど、でもともとの体質的に筋肉めっちゃついてるわけじゃないけど、このなんていうのかな、おっぱいちゃんとある男性とかもいるじゃない。それはね、ちょっとぜひとも触らせていただきたい。後ろ見て、後ろ。くるかな。
できるので、水風呂入っても髪に水つかないヘアおすすめドエース。見てね。